はい、どうも、エルザレットです。それでは、デスストランディングやっていきましょう。今回は、前回に続きで、外に出てみてくれということなので、外に出たいと思います。いやー、なんか流れ的にボス戦っぽいよね。さあ、どうなるのか見ていきましょう。おー、すげえ。なんか台風波、おー、車が。マジか、そんな、暴風っていうレベルでもないね。あ、BB は。もう竜巻起きてんじゃん。ラッコフード。ラッコフードが。いやー、ちょっとこれにしたの台無しにしてしまったなー。さあ、ラッコフード見てる間にちょっとね、飛んでいかされましたね、サムがね。まあまあまあ、でも飛ばされたんだけど、どこ行くんだろうね。お、大量のカニ。おーい、復活してる。しかも兵隊っぽいね。でも一昔前みたいな。おー、誰だ？ん？あ、全部骸骨だ。この人形も気持ち悪いな。なんかちょっと違うな、この周りの骸骨もね。あれ？さっきまでのあれだよね、 BB の夢で見てた男性の人だね。マジか。ってことは BB を取り返しに来たってこと？しかも時代的に過去に戻った感じだよね。マジか、めっちゃ大量の。ちょっと待ってね。ってことは、いや、そもそもアイテムがない。いや、と思ったら飛ばされてる。ここはどこだ。いや、本当そうだよ。とりあえず一回荷物は整理して、弾はフルではない。もう攻撃できる感じじゃないんだよな。どう見ても過去を見てるっていう感じか。と
とりあえず進むか。ちょっと血を補給しておかないと。あ、でもやっぱダメージ食らってんのか、あの銃微妙に。いや、そういうわけでもないか。とりあえずまあ移動急ごう。まあ、中間にあえて回復できる場所があるってことはそれなりに。反応ないもんね、近くにいてもね。さあリロード30、あ、150分のうちの30発撃てるって感じね。ん？そこはちょっと深い。おお、戦車。血液パックがやっぱ大量にあるな。いた。マジか。マジか。で、BB を。はい、大丈夫だよ。はいはい。でもな、この状況だとあれだね、ある程度回復したらっていう感じを繰り返さないといけない感じもするね。うん、 OK。 いや、さっきのびっくりしたな。とりあえず降りていって、ああ、とりあえず塀の中に入れそうだね。なんか蜘蛛の巣みたいな感じで鉄格子にね。この人形も何なんだろう。まあやっぱパパさんだね。はあ、やっぱ BB を取り返しに来たってことか。でも BB との正体っていうかよく分かってないからね。しかもライフルか。BT の能力が入ってるのは間違いないね。いやー、ボス戦か。てか、ボスがまさか、BT じゃなくて、BB のお父さんっぽい、過去の記憶の人、だったか。あの男は誰だ？ここはどこだ？いや、ほんとそうだよ。相手もここもどこだっていう話だよ。あ、ショットガンが落ちてる。
あ、BB 探してるね、やっぱね。右か。後ろ？ぼちぼち出てくるか？激しくなってきた。さあ。ちょっと待った。反転がちょっと遅いな。待って、こういうゲームじゃないと思ってたから。オートエイムはいらない。カメラ、これ感度全然上げていい。100でもこれぐらいか。あ、荷物の量に気をつけながら。いないか。ハンドでかいな。思ったよりね。上か。めっちゃ狙われるね。いや、こっち行ったらもうないか。ここはどうだ。行かないといけない感じかな。追撃、こっちだ。後ろか。頭をね、とりあえず。ってなると、これはもう空になる。目的も分かんないからっていう感じだね。頭を狙って、こうなってくると、マジか。結構近くまで来るのね。
さあ、どっちかっていうとダメージか。さあ、強いけどっていう感じだね。レベル1ってことはレベル2と3があるわけか。ぐるって回ったところかな。一応ね、試してみたいんだよね。ほい、いた。そういう感じか。距離感が大事か、ある程度。いや、と思ったら、敵が投げてきてる。そういうことか。どっちだ？正面か。やばいやばい。ああ、そうなるよね。とりあえず BB 見てあやさないと。いや、なかなかこれはきついかったね。グレネードでふざけてる場合ではなかったね。とりあえず。どうしたとはなるが、ちょっと今はあやしてどうにかしないと。こっちが、多分 BB がダメになってもゲームオーバーになりそうな気がするんだよね。いやー、さっきのは危なかったな。怪しタイムも少々お待ちください。さあさあ、こっから行けばいいだろう。
敵の検知は敵なさそうな感じだしな。こっちっぽいよな。じゃない。後ろ。さあ、後ろから来てる。左か次。さあさあさあ、大体分かってくれば。ああ、弾がない。どうしよっかなーとなると、これは早急に武器を手に入れなくては。この状態で、これか。さあ、よし、行動開始だ。正面だね、やっぱね。さあ、盾が出てきたが、お、あ、立ったね、買うね。うん、最後最後武器取りってよかったね。さあ、謎の男を倒せ。BB を連れて出たんだね。さあ、お互いに触れてっていうところか。いや、なかなか難しかったな。BB って書いちゃうね。ね、それよりかね、今書いてたのを見たいんだね。あ、通常の銃弾 BT 当たりませんか。血縁を利用。
まあまあ、なんかあるみたいだね。構えてる。まあ、今更この説明出てきてもね。まあ、とりあえず、ちょっと今までと違ったボス戦っていう感じだね。サム、聞こえる？ああ。大丈夫？ここはどこだ？どうしたの？俺はどうなった？あなたが配送センターを出た瞬間、嵐は突然消えたの。カイラル濃度も急に下がった。俺は嵐に飲まれて戦場にいた。夢でも見てたの？通信は一瞬途切れたけど。一瞬じゃない、ずっとつながらなかった。兵士に襲われて BB を奪われそうに。そんなのおかしいわ。こいつも体験したはずだ。あなたと通信が途絶えてから数十秒しか経ってないのよ。そんなはずはない。俺はあそこに数時間はいた。きっと疲れてるのよ。とにかくそちらに向かう。私が行けるといいんだけど。分かってる、子供がいるんだろう。ごめんねサム、気をつけて。楽しみにしてる。ずいぶん人に会ってないの。まあでも周りはそんなに時間経ってないんだ。そして荷物が散乱していると。はあ。サム、ママのラボに向かってくれ。彼女はキューピッドを開発したメンバーの一人だ。しかしその彼女が開発当初から懸念していたことがある。キューピッドに問題があるんじゃないかと。それが君が体験した現象やカイラル濃度の急上昇の原因かもしれない。ママと会って話を聞いてくれ。さあ、なんか大量の荷物をね持っていきますか。さあ、ママのところへ。まあね、使わないのもあるからしまってしまっていいんだけどね。これはリサイクルかな、何個かはね。まあでもさっきの BB のお父さんはこれからどう関わってくるのかっていうところだよね。お、すげえ。あれ、これってホライズンゼロドーンか。マジですげえ。今触れたけど結局何だったのか。すげえ。あ、バイク助かる。でもな、こんだけ雨降ってたらなという感じでもあるんだよね。さて、よし。
やっぱそうなるか、ダッシュ捨ては。そうなると。よし。それだったら確実に車の方がね、やっぱいいよね。なるほど、そういう感じですか。さあ、しゃがみながら進んでいって、よし、これゲットので、 OK か。もう車で来たい気は確かにするな。もう発明所だね。さあ、車もだいぶ車庫としてかなり機能してる感じか。その子は大丈夫よ。来てくれたのね。ママか。ん？もしかして子供ってこの子のこと？エピソード5、ママ。あれ、エピソードの進みがめっちゃ早い。お腹が空いてた。それは、BB とつながってるってことか。お乳はあげられないけど、私の乳腺は張るの。あげるふりをすると不思議と痛みが消える。あの子、私の子よ。私はこの子のママ大丈夫、この子は私とだけつながっている。他の BT とは違う。見えるでしょ、 BB がいるなら。だからここを動けない。なんか不思議やね。今まで BB とか BT とかいろいろあったけどね、関わり方で変わるってことか。あの嵐のことだけど、悪いけど大人だけにしてくれる？ありがとう。見て、ここが嵐が現れた時点の濃度だけど、その直後再び正常値に戻っている。
つまり一瞬で消えた、1秒も経たずに。そのはずはない、うん、これはあなたの手錠端末が記録したデータよ。データログを見る限り、あなたは嘘をついてない。時間の経過が記録されている。考えられるのは、あなたは時空と時空の狭間に閉じ込められていた。時空の狭間。データは本部でも解析している。記録は音の周波数スペクトルだけ。あ、映像はないんだ。してあなたがいたところを推測できるはず。カイラル濃度が不安定なの。夜泣きがだんだんひどくなってる。カイラル通信接続エリアはカイラル濃度が上昇する。でも想定した理論値よりもはるかに高い。問題なのか。ええ、つなぐほどカイラル濃度は上昇する。当初からブリジツでも議論されていたの。だからキューピッドにカイラル濃度を抑制させる機構を入れた。でもそのリミッターがうまく動作していないみたい。嵐の出現もあなたが体験した現象もその副作用かも。つまり俺がこのまま大陸をつないでいくと予想もつかないことが起こる。わからない。また大規模なデスストランディングが起きるかも。何か対策はないのか。もちろん対処法はある。すでにもう準備もしてる。おう、早いな。ん？カイラル濃度を抑制する仕組みをこれにつければいい。新しいキューピッドを用意しておいた。あ、入れ替えになるわけね。プログラムを書き込むとかそういう感じになるのかな。全て解決か。違うの、まだ解決しない。ハードウェアに合わせてソフトウェアを書き換えないと。君がやればいい。ええ、そうよね。ソフトウェアを書いたのは私じゃない、別の技術者よ。そいつはどこにいるんだ。彼女の名前はロックね。第一次ブリッジズのメンバー。マウンテンノットシティにいる。なら心配。K7 か。届ける予定だ。そうね、それなら大丈夫ね。あ、まただわ。最近この子の様子がおかしいの。ほら怯えてる、ものすごく。あの世が連れに来てるのかも。この子が向こうに帰りたいか。このままではいられない、それは分かってる。聞いていいか、その子は出産のために入院していたのは帝王切開の予定で、そこでテロが起きた。私は瓦礫の下敷きになっていたの。何もできず、助けは誰も来てくれなかった。気が遠くなるくらい長い間瓦礫の下にいた。幸い酸素と水だけはあった。
何日そこにいたのかわからない。そのうち水もなくなり、寒さも感じなくなった。この子は瓦礫の中で生まれてきたの。この世ではなく、あの世に。特急が止むと、この子は泣き出した。大きな声で。自分の命と引き換えに、この子は私を瓦礫の中から救ってくれたの。私はこの子とつながったまま。この子は BT だから、ここから動けない。ここにつながっている。だからあれ以来ずっとここにいる。ずっとそのままでいいのか。その子はすでに死んでる。このまま死者と暮らしていくつもりか。あなたも同じようなものでしょ。聖者とのつながりよりも死者とのつながりを選んだ。レッドマンに聞いたわ。機関車の血は特殊だって。採取してもいい？ああ、まだ絞るつもりか。寝るたびに採血されてる。冷たいな。動かないで。それで採血できるの？ちょっとね、テストをしたいの。ママ、君は？サム、ごめん。このこと二人だけにしてくれる？ああ、仕事に戻るよ。ねえ、カイラル濃度が上昇してるって言ったけど、世界をつなぐことが優先よ。私たちのやっていることが間違っているとしても、今はそうするしかない。頑張ってね、サム。まあ、やるしかないという状況か。確かに繋いで成功するかどうか分かんないもんね。そこに接続してくれ。この後の指示は端末から出す。サム、次はそこからマウンテンノットシティまでつなぐことが目標だ。K7 ステーションからマウンテンノット北の配送センターを経由し、マウンテンノットシティに到達する。山岳地帯は大きく迂回することになるだろう。このキューピッドでつないで大丈夫なのか。まだソフトは書き換え。はあ、めっちゃ回っていくね。マウンテンノットでソフトを書き換えたキューピッドをつなげば、それまでにつないだエリアも更新され、通信は安定するはずだ。へえ。マウンテンノットまでをつなぐ。ひとまずは今のキューピッドでつないでくれ。わかった。アメリカの連絡は？まだだ。我々は彼女を信じて先へ進むしかない。彼女もそう望むはずだ。次の依頼は、レイクノットシティ南の配送センターで受注してくれればいい。頼んだぞ。それからサム、建設装置にジップラインを追加したわ。ジップライン気に入ってもらえると思う。日本の支柱の間を滑空できるの。川を渡りたい時や超楽やん。川を越えたい時、両端にジップラインの支柱を立てれば楽に渡れる。ラボの
外に試験的に立てたジップラインの支柱があるから試しに使ってみて。おお。そうだサム、フラジャイルがまた君に協力したいと言ってきた。フラジャイルにジャンプを頼みたければプライベートルームに行くんだ。そこからはサウスノットシティが近いだろう。ジャンプすれば効率よく移動できる。ただし依頼された荷物を持っていくことはできない。君に任せるが候補の一つとして考えておいてくれ。まあ移動だけだからね。そう、落とし物。チップも渡してと。あ、やっぱ人で種類が違うんだ。まあまあまあ。ご提供いただき。あとはリサイクル。スキッキーはちょっといいかな。グレネードもいいか。足を一旦リサイクルしておいて、これもいいかな。リサイクルと。これは何を？なるほど、これは発見しよっかな。銃はほとんど片付けても良さそうな感じがするよね。実弾。依頼はどこで受けれたっけ？ここか。車で移動しますか。まあ、今回は依頼するところまで行こうかな。よし。おお、倒れそうで倒れない。間違えてね、どうしても飛び降りてしまうのよ。よし。まあまあ、とりあえず戻ろう。ジップラインここか、からここか。まあ使ってみようかね、どんな感じになるか。あ、上の方に行けるのか、それは楽だね。
さあ、ジップラインを使う。はあ、そういう感じなのね。また待って、俺結果戻ってきただけ。フラジャイル使って戻りますか。そこまでアイテムもね、これが必要っていうものもないしね。現地調達でもどうにかなりそうな気はするし。サム、あの時は本当にありがとう。今度は私が助ける番ね。行き先をイメージして。さあ、飛んできました。まあまあ、この後ね、すぐミッションが始まるような感じなので、今回ここまでにしときましょう。そうだね。いろいろとちょっと、プライベートルームの方からアイテム取ったりとかもあるんで、そのあたりもしておきたいなと思います。いやー、結構、急激に進んだ感じがするね。あ、さっきの状況だね。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録の、など、よろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。